ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は毛利家相手に新勝したところまで。かなりギリギリのところでの勝利だが、勝ったからここからという感じなんだぜ。主力陣が浦上家滅ぼしたからな。そこあたりを動員できれば負けはないはずなんだぜ。となれば、主力陣を使えるように戦う必要があるわけか。ああ、漁場の前進も視野に入れつつ、大毛利戦の準備を進めていくんだぜ。大毛利、どこまで将軍様に立ち向かえるかだな。なに、足利家が本気を出せば外周一色なんだぜ。そうだといいな。長宗我部家をどうするか。中村御所はいつの間にか島津家が落としていたか。となると、無理に攻めると面倒なことになりそう。元近だけか。この後確認したらキラさんだけだったからいまいちなんだよな。元近だけでもかなりだが。近安は二つなのか。そこは不満が残るよな。息子たちが出てくれば増えるかもだけど。今の段階でメリットがいまいちなんだぜ。吉田さんはもうじきお亡くなりだし。74歳だからな。あとは村重あたり引き抜くか。それはいいかもしれんな。黒瀬城は防衛拠点化してるのか。これはこれでいいかもしれんな。工場線 F を活用できるかも。まだ動きそうにない数字。まずは毛利戦だな。鳥取城は攻略できるかな。もう落ちかけだから御詰めを排除できるかどうかにかかっているな。いけそうな気配はあるけど。ここで攻略。よし、これで三人方面は一旦停止かな。三人方面はあまり旨味がないからな。縛り上げよ。あとは守りきるだけ。本気で取り返しには来ないだろ。だといいけど。赤松家は攻めるけど。別所家は旨味が少なそうなんだぜ。従属させるか。無駄に取り潰しても面倒だからな。じゃあ、従属するよう脅迫の使者を出しておく。ハラスメントには気をつけろよ。天神山城を攻略した秀吉軍団は、獅子を上映。工場戦 F 狙いで他の城は無視して突き進むんだぜ。軍の掌握を下げるのはもったいないからな。ああ、この先があると思うとな。到着したぞ。これなら攻略できるだろ。足利家の主力の実力を思い知らせてやる。攻めづらい城の形をしてるけど。気にせず駆け上がるんだぜ。いきなり討ち死にだ。工場戦の討ち死に率は高い気がするな。うん、多分問題なし。特性3つ持ちを討ち取るわけにはいかんからな。数少ないからな。次々攻め立てろ。攻撃できる場所は一つしかない。設備はめちゃくちゃ攻めづらい。ここに厄介な設備があるとかなりヤバいだろうな。今回は城門へ攻める道へと攻め込んだら勝手に引いてくれた。ここあたりちょっとなと思うよな。城門最優先で守るように考えられてるんだとは思うけどな。ありがたく破壊させてもらったんだぜ。あとは城門を3方向から攻撃するだけの簡単なお仕事を。体勢を整えて攻撃開始。あとは殲滅して本丸を落とすだけなんだぜ。いまいちだな。攻撃しているが、そこまで影響はないか。そうでもない。立ち位置なんかが影響しているのか。本丸に引いたのを追撃して。残るは一部隊。勢いのままに攻め立て。撃破。まあ、こんなもんだな。秀吉たちだからな。わしらの相手ではなかったの。存在も少なめ。これだけ優秀な武将がいればな。佐田優さんも頑張ってる。早く10年経って居城を移したいんだぜ。それはヒデヒデが一番かも。で、工場戦 F さんが。我らの勝利、世に知らしめ。残りの赤松家の城を願いらせ。ありえぬ。騎士城は当然攻略したから。赤松家は滅亡。これで機内との連絡線を確保したな。敵将、
優秀なのはいますか？官兵衛だけか。あとはヒカルちゃん。姫武将には縁がないから心配なんだぜ。他はいないな。いけるか。いけた。初姫武将じゃないか。間違いなくな。あとはダメか。栗山さんとか口橋さんがダメな、残念さ。そこあたりは仕方ないな。権力が頑張って防いでたけど、あ、制作費用マイナスだ。これはでかいが、救援間に合わず鳥取城が陥落。あと少しだったんだが、気にせずこのまま進むか。そうだな、鳥取城は抑えておきたいからな。元就も来てて少し苦戦してる。修復までされたし、これはさすがに厳しいか。無理して何かあってもな。なお家が撤退。嫌がらせもしていくけど、さすがにこれは無理か。奪還は無理と判断して引き上げた。鳥取城程度いつでも取り返せるからな。負け惜しみでしかないな。そういえば報告してなかったが、巨城を天神山城に前進させたんだぜ。御所から離れるのを嫌がってたけど仕方ない。村重を寝返らせられた。よしよし、これでまた層が厚くなったんだぜ。早く侍大将以上にしないと。上司候補がほんと不足しているからな。上杉家から同盟延長の打診が。全然構わないが、上杉家が攻勢に出ているな。越層同盟が成立したからな。高校の憂いがなくなったわけか。武田家はかなりの窮地に立たされてるはず。このまま武田家を滅ぼしたら面白いが、さすがに無理でしょう。毛利家を攻める前にまずは三村家を。毛利家の援軍が来ているな。その前に甲状腺で蹴散らしたいところ。三円さんが危ない。足利家子さんが死ぬのは勘弁なんだぜ。聞いていただけますかな。みんな軍港稼げよう。まだ集結できてないけど、これ以上待つと毛利家と戦うことになるんだぜ。じゃあやっちゃうか。問題なく勝てるだろうしな。降伏条件があるな。気にせず攻めるけどな。てか清水さんがいるじゃん。あの人はなんでか毛利家にいないことの方が多い気がするんだぜ。毛利家に仕えたくない理由でもあるのかな。責任取らされて切腹するのが嫌なんじゃないか。そういえばそういう選択はないんだな。そうか、事前降伏とか甲状腺での降伏で城主切腹もあってもいいよな。そうすればいらない武将は切腹させて城主不在にした方がプラスかも。寝返ってくれた城主がみんな優秀というわけでもないしな。ほんとそれな。と話してる間にどうなってる。いい感じに攻め立てているが、これは誰？三村元乗りだな。ってことはあとは清水さんを撃破すればおしまいか。あまり存在を出したくないからさっさと終わらせたいところなんだぜ。そんなこと言ってたら清水さんを捕まえた。ということは降伏してきた。よし、降伏を受け入れて甲状腺を終わらせるんだぜ。降伏したからって使えられるわけじゃないけどな。存在も控えめかな。多いとは言えないし、少ないとも言えないところだな。秀光だけ仕事できなかったか。広報待機してたせいだな。これで備中高松城を攻略。三村家は滅亡して、五四郎郎もゲット。この60日はでかいんだぜ。これは清水さんだけか。他は全員一つというな。三浦家では優秀な人材だ。あとはお帰り願うか。清水さんだけで十分だからな。毛利郎に攻め込む前に直江が浦上さんの跳躍に成功。治療安堵か。20年コースでしてやれ。城に着いた瞬間解雇だけどな。二つだけ。今のうちに喜んでおけよ。はいはい、ご期待してますよ。
備中高松城を攻略して、次なる目標は新高山城。あえて深く切り込んで威風京を狙うんだぜ。京さんが来てくれたらかなり楽になるからな。毛利家の集まり次第だがな。毛利家の集まりが悪い。全然じゃないか。撃破しちゃったのもいるけど、それにしてもだな。辛抱強く待つしかないな。やりました。あと2部隊。もう望みが中3なのな。もう京さんは無理でしょう。この状況ではない。敵ではなかったの。最悪弱さんかもな。弱はやばいば。粘りに粘って。なんとか中3にたどり着いた。もうこれでいいだろ。あと4部隊は無理だもんな。戦場は中央にコブの木があるところ。正直それしかないという感じだな。それと元なりの特性があるからできるだけ要所は与えたくないんだぜ。要所奪い取られたら混乱させるやつな。あれはあれでかなり厄介だからな。まあ質でかなり有利だから押し続ければ勝てると思うが、それでも無駄な損害は受けたくないな。それはな。まずは小川勢が撤退。これで中央は静止だか。その身で確かめよ。他の支援しつつ残りを殲滅していかねば。もう苦戦する流れではないな。どんどん撃破していけ。ご指示ご命令とあらさあ始めよう。ヤヌーさんが壊滅。いい加減うちに来てくれ。さあもう一押しだ。なんだと。元なりが。こいつはやっちまったな。さあ大工さんがやらかした。これで元春と高影が使用不可になったわけか。これは痛すぎる。毛利家を滅ぼす旨味がほぼなくなったんだぜ。これはやばいな。なんで討ち死にしちゃうかな。もうじき寿命だっただろうしな。討ち取ったのを責めるわけにもいかないし。そやな。縛り上げなさい。お帰りください。ご恩は忘れませぬ。あとは威風中さんの活躍に期待するだけだな。お願いします。中さん我らの勝利世に知らしめる。これはなんかいまいちな予感が。なんたることか。まことか。城二つか。場所は悪くなかったと思うんだが、もう少し切り込んでないとダメだったのかも。なんともだな。というわけで仕切り直しの初戦で元成を討ち取ってしまったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。